ということで、まあ、1曲目お送りしたのがそのジャズのスタンダードナンバーでございます。Give Me the Simple Life という曲でした。はい。じゃあこの曲、どういう曲だったのかちょっと翼くん、はい、冷静に翼くんに説明をしてもらおうか。はい。この曲はですね、お金や豊かな生活を求めれば求めるほど、その周りに足がらみが増え続けるということがありまして、そういった中で、まあ、だから私は、まあ、広くはないけれど、居心地のいい家や質素な食事をさえあれば、質素な食事さえあれば、シンプルな生活、楽しい生活が送れるという歌詞を、明るく楽しく歌い上げた楽曲でありました。そうですね。はい、そんな感じで。僕ら4年目同期バンドということで、まあ、このサークル4年間しかいられないので、まあ、これが最後の夏ライブということで、まあ、最後まで全力で歌い切りたいかなというのを頑張りたいと思います。はい。じゃあ次のアフタークホールの曲を紹介をお願いいたします。はい。まあ、1曲目にお送りする曲はですね、あのオーストラリアの大詩人でありますヘンリー・ローソンという方が表した詩が元となっている曲となっております。この詩はですね、あの、まあ、戦場に行って、まあ、帰ってきて、まあ、世界に絶望してしまった兵士の視点で描かれています。で、まあ、3節に分けてその、まあ、戦争によって自分の魂はひどく傷ついてしまったけど、やはり世界は明るくていいものと信じて前に進んでいこうという曲となっております。まあ、広い大地に希望の光がだんだん溢れていくような、そんな情景が皆さんの中に浮かんでもらえたらすごく嬉しいなと思っております。それでは我々最後の曲となりますが、最後まで楽しんでください。それではお聴きください。アフターオール。Australian night.
So we died when the sun went down. The river's high and the stream is strong and the grass is green and tall. And I And I fail to think that this world of us is a good world after all. The light of passion in dreams. Thank you.